はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、恐竜デッキ使い待望の新規モンスターがですね実装されましたんで、ご紹介をしていきたいというふうに思います。ご紹介しましょう。エボルカイザーラーズ、このモンスターマジで待ってたんですよ。マジで一言で言わせてもらった宇宙最強です。宇宙最強。このエボルカイザーラーズがどういうモンスターかというと、ランク6のモンスターになってまして、2515というマステルスになってますね。で、相手はエクスチーさえ持ってるこのカードを、モンスターの効果が対象できないという効果があって、まあだから今の環境で言うと、フランベルジュとか、それからまあプリベンターとかね、ああいうカードの、効果の対象にできませんよということですね。あと、あれですね、トガ姫とかからも守ったりですね。で、相手がカードの効果を発動したとき、このカードの素材を2個取り除いて、相手フィールドの表側表示のカードを無効にできるということで、まあ、カード発動したときに使える、あれ、レッドデーモンアビスみたいな感じです。はい。ということで、まあ、2番の効果、よく見てもらったらわかるんですが、これね、名称指定単位値がついてなくて、で、しかもこれ、カッコの中読んでもらうとわかるんですけど、このカード、爬虫類族、恐竜族モンスターのみを素材にしていると、素材を1個にすることができるということで、取り除く素材を。要は何が言いたいかっていうと、このカード2番の効果、1ターンに2回使えるんですよ。だから、なんか、カードの効果を2回無効にできるバケモンが爆誕するんですね。はい。これがマジで強くて、このエボルカイザーラーズというモンスターを採用できるデッキは、もう脳死で採用した方がいいレベルなんですけど、爬虫類族、恐竜族デッキでね。で、今日はシンプルな恐竜を作ってきました。一応ですね、恐竜のデッキの組み方いくつかあるんですけども、最近、実装されたその、ヘルホンドザウルスとかね、ああいう、融合軸の、デッキもあるんですけど、こっちちょっとね、メインデッキの方にゴミ増えちゃうので、まあ、これ、正直、そして、なくても、別にその恐竜付属デッキの展開だけでも、妨害量はえげつないので、別に僕は融合軸じゃなくて、普通にこっちの、融合しない方の軸の方が強いんじゃないかと、個人的には思ってますんでね。最初はこっちを紹介していきたい。融合軸は融合軸でまたちょっと面白い動きができるんで、そっちはそっちで紹介するんですけど、今日はこの普通の恐竜族デッキの展開に、今までランク6出していたギミックのところがラーズになったことによって、もうありえない妨害が作れるようになったよというところをちょっとお見せしていきたいなと思います。先行展開通ったらちなみに大体勝てます。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、 G だけきついな。新たなる恐竜さんのパワーをお見舞いする時が来たザウルス。G きついっていうか、普通にうららもきついよこれちょっとマジでうららやめて、マジでうららやめて。ちょっと破壊するカードないからこれ以外に。頼む。あ、 OK。 アルゴザウルス特殊な効果像、無限包容エフェクトベラ打ってください。お願いします。あー、なんかあるね。ちなみに今、ミスラサウルスの効果でメインフェーズ中恐竜族モンスター何にも効果がなくなってるんで、一応無限保養とかエフェクトベーラーみたいなカードに対しての、まあ耐性というかはめちゃくちゃあって、まあ、それがミステラサウルスのいいところなんだよね。はい、ちょっとね、2ミリも効かないのもかなりその恐竜族デッキのいいところだから、まあ、その辺ちょっと見せていきたいね。ちょっとエルフ後で出すから。ここはでオビラプター効果発動、玉食いオビラプターの効果によって、私も召喚剣使わずにモンスター3体なのに強すぎたこれ。さあ、卵が手札に加わっていく。まあもちろん卵を召喚していくぞ。で、全自動卵割り機で卵を叩き割っていくぞ。全自動卵割り機。あ、ちなみに今回ね、ちょっと恐竜族モンスターで新規来てて、融合モンスターが来てるんですよ。恐竜の。まあそれ使ったデッキをまたちょっとおいおいやるんですけど、まあそれ使わなくても別に全然強いというか、使わない方が結構デッキの中コンパクトに収まるんで、メインデッキが。なんでちょっと今回は、使ってないですね、融合は。やっぱ融合入れなきゃいけなくなるし、ヘルカイトプテラとか、あとエクストラにも融合モンスター入れなきゃいけなくなるんでね。あとフィールド魔法とかね。まあその代わり、できることがいろいろあるんだけど、まあとりあえずここで、まあこれ以降の、誘発などなどをケアしていきます。ですね、まあ問題としては、あれですね、エフェクトベーラー無限、エフェクトベーラーはいいんだけど、無限保養がちょっとめんどくさいかなっていうくらいか。いや、まあでもそんな関係ねえな、今。すいません、ダイナソー龍崎さん、ハンド強すぎて今、マジで何でも関係なかったです、これ。はい。で、これで、一応対象体制付与します。どうしますかと。ニビルとか、エフェクトベーラーとかいろいろ打ちますかという話ですね。対象、ベビキャラサウルス、エフェクトベーラー。
一応打つか。あんま打たなくてもいいんだけど、まあ、一応打ちます。はい。お、なんか始まるね。あー、法要か。それは強いね。なるほどね。それは強いね。まあでも手札2枚使わせたからでかいですね、これ。ちなみに手札にあの卵を引いてるんで全然大丈夫ですね。恐竜ってハンド強いとさ、無効系誘発全然引かないんだよね。それ強いよね。無効系誘発相手2発ってこの盤面使ってるのマジでかわいそうでしかないんだけど、こっから、爆破したことによってパンクラトップスも出てきちゃって、立ってていいな。はい。これ何妨害あんだろうこれ。わかんない。1,2,3,4,5,6 妨害ですかね。無効誘発2回打たれて6妨害。あ、15妨害か。どれか1枚使ったから。てか、ね、これどれか使わなくてもらったマジで。で究極進化薬発動して、まあでも相手のね無限法要を使わせることができたっていうのは結構でかいかもしれないね、割と。でアルティメットコンダクターティラノを爆弾させていく。でアルコンで裏守備にする効果で相手の、モンスター処理1妨害だ。パンクラトップスで破壊1妨害。どれかのモンスター効果無効1妨害。ラーズ2回無効で、2妨害あるんで1,2,3,4,5 妨害で、一応エルフで蘇生した卵割ってくるんで、まあ高得も確保できるという感じですね。イベント終了前一応打っとくか。スプライトエルフの効果発動、まあ、エルフがただ殴られるだけの可能性が、出てきちゃってるんで、まあ、プチダノドンの対象にとって蘇生したいですという効果で、一応ここで、クシャトリラフェンリルの効果発動されるのであれば、ドルカでぶち殺すということもできるし、一応、ラーズで無効もできる。フェンリルはちょっと一回ショットいきますか。バンクラトプスで無効か。さあフェンリルを壊す。でそこもなんかある。で墓穴対象パンクラトプス、残念ながらその墓穴をラーズ君で無効にされていく。バリ強い、バリ強いわ。頭いかれてるから強いこれ。はい。で、墓穴効きません。でぶっ殺されました。高校マクリ許しません。ラーズマジでねマクリ許さないんだよ本当に。キックオフショートが効かないから。スネークアイ、はい、まあ、ドルから黙らして、でドルから黙らして、で手札の1枚のカードを一応ラーズで無効にすればもうおしまいですね。このデッキやっぱさ、回った時のパワー他のデッキと比べようになんないぐらい強いよこれ。いかれてないこれ、マジ強くない、ガチでやばいよねこのデッキ。殴ったら勝ちか。ダピンクさんだこれ。急なんだバトルフェイズ。おらおら。やばいだろこのデッキ。いかれ。ちなみにコンボパーツ絶対2枚コンボなんでね、そんな決まるかと言われたら怪しいですけど、このデッキだ通ったらマジ勝ち。いやー、このハンドはちょっとゾウジー以外マジ強いんですけど、ゾウジーだけやめてもらえませんか。G だけ本当に、まあでも G ちなみに打たれたら突破するしかないですこれ。まあ、一応5、6妨害構えられるんで、まあ、G 打たれても意外と相手の動き全部止められることはあるんですけど、まあ、ちょっと相手のね、展開によるけど、まあ結構ミセラサウルスがあるんで、もうミセラサウルス使わなくてもいいぐらいかもね。まあ、どうせ打つから使うわ。で、ミセラサウルスの効果使いまして、で、ウララの効果は効きませんよという、これの原法を打たれても大丈夫ですね。はい。もう手札に揃ってるからですね。卵もあるから、ゼノメテオロス持ってきて上振れ狙いでいいか。まあ別になくてもね、別にゼノメテオロス後からリクルートしかいいんであれなんですけど、ちょっとお前ハンド見せろ、まあ、ハンド見せろ、まあ、余計なカード引いてんじゃねえぞお前。ああなるほど、残機っぽいっすねこれ。スモアで怪獣とかをサーチされる危険性をケアして、超怪獣改まね、オッケー。まあ多分勝ったわ。これさ、何の効果も起きない効果ミセラぶん投げてさ、参戦で反熱してから何6妨害構えようとしてるのマジ。このデッキ終わってません。このデッキ終わりすぎじゃないですか。これ許されていいですかこんなこと。ベビキャラサウルスと、ゼネムテオーロスの効果が発動して、で、ゼルメテオロス出すときなんですけど、一応エルフのリンク先になるようにね、一応なんですけど、まあ盤面に残しとくといいかもしれないですね。
で、プチラの蘇生させておき、まあそうですね、特殊化化しておきまして、一旦エルフェスちゃっていいね、もうね、これ相手のハンド割れてるんで、アルゴサウルス1体でリンク召喚して、リンクリボーに変える、リンクリボーとレベル2のモンスターでスプライトエルフ。さあ、なんか令和のダイナソー龍崎とか言ってふざけてるけどさ、これなんかダイナソー龍崎がこのデッキ使ってきたらさすがに遊戯さん勝てないでしょ、これ多分多分ね、これ遊戯さん真っ青展開すぎるだろ、多分これこのデッキ使ってたら多分ダイナソー龍崎優勝してるな、ああおそらくミセラサウルスでいいか、ここは、レベル4のモンスターを特殊召喚してドルーカー立てに行けばいいんで、ドルーカーを出してよいしょー、で一応まあこっからのなんかモンスターコカムコができますよと、まあ、2ミリとかねこれケアできるんですけどね、ゼロメテロスの効果また卵をたたき割っていく、あちなみにちょっとね誘発が少ないんで後手きついっす正直、そんなまあミセラサウルスがあるとメインフェイジ効果ケアって効果あるから、まあ一応なんかそこではね、あの体勢付与できたりするんだけど、うん、まあ、やっぱだからあのミセラサウルスゲーミングなんだよなこのゲーム、ほんとミセラサウルスあるかどうかゲーミングすぎる、はい、でラーズ爆弾させてで究極進化で、あまりに強いよこれ、これ許されていいのかっていう展開してるな、はい、こんにちはこんにちは、こんにちは、こっちゃこっちゃこっちゃ、ナイスで、改ま改ま、超会場 X、 改ま改ま超会場 X、 OK です。さあ、X カード何が引いたのかによりますが、 X カード何引いてもラーズで全部無効にできるんで基本的には多分大丈夫だと思います、まああのラー玉されたらちょっとやばいかなぐらい改ま、はい、ドルカちゃんの効果を発動しまして、改まくんの効果を無効にするとなんか速攻なんだこれ、なんだこれ、墓穴とかですかね、墓穴抹殺系なんじゃない、速攻を残機入ってなったと思うんだよな他に。さあどうするんでしょうか、超会場改ま X 速攻魔法、多分絶対無理でしょこれ、まあ、そうなりますよね、これ勇気を成立しない可能性ある、あーハンド強いじゃないですか、だ結局 G なんだよな、マジこのデッキ。増殖する G、あ、ま、増殖する G 以外は大体なんとかなるんだけど、やっぱ増殖する G だけマジできついんですよね。そこっすね、問題は。さあ、オビラプターの効果に誘発で、打たない。ってことは、まあ、ミセラサウルスの効果が通ってしまって、世界が終わるってことなんですよね。まあ、一応ケアしなきゃいけないカードはね、超融合だね。炎属性の、あの、名称ちゃうやつ、一応。この属性ドラゴンで名称ちゃうやついるんでガルーラが出されるんですよね。なんでそうすると一応妨害が一気に6妨害あったのがなんか4妨害が減って2妨害がなっちゃうんで、まあ、そこだけ注意ですかね、超融合だけはまあちょっとうざい、まあでもなんとかあのなる こともあるから別に手札一番減ってるしゃいで、それでも勝てるときなんだよバイオさんこの時物量でねあのゴリ押ししていくから、ではこの盤面を処理しましょうじゃねえんだよ、おやばいそれはちょっと待ってワンデスのクソみたいな顔入ってんだよ、名誉警戒でも知らないか俺、ちょうるさいなこれ全員チェーンすんだこれ、お前ら全員向こうら黙ってろ、これさ待って、これ激キモムーブ来たんだけどちょっと待って、この盤面を処理しましょうムーブされたのやばいんだけど、いやただいやこれこのターン僕ダメージゼロになるんで、まあ、全面処理されなければ月神はいいよ別にいくらでもいいよ、さっきから君何してるの、青龍の召喚師なんか何してんのさっきから君は、一体全体なんか青龍の召喚師ってどういうこと、これやばそうな動きじゃない、え憑依覚醒デーモンリーパー何、青龍の召喚師の効果デーモンリーパーの効果、ブチから、レベル4以下のモンスターを特殊召喚できる効果、そして、生理の召喚師によって、なんだっけ、ドラゴン族、魔法使い族、戦士族、サーチみたいな効果だね。まあ、生理の召喚師を、
あーやばいことしてんな、やばいことしてんな、ちょっと待ってくれ、え待って、これ俺もしかして名誉結界派撃たれた後にさエクゾディア揃えられそうなってるってこと、もしかしてあれやばいっす、やばっすね、えもしかして俺知りますこれ、もしかして知る、あっ先行6号外引いて負けるやつがいたんですよ、なーにーやっちまったな